ウラジーミル・リボビチ・ブルツェフは、ロシア帝国の革命家、ジャーナリスト。エブノ・アゼフが、ロシア帝国内務省警察部警備局のスパイである、ことを明らかにした功績で知られており、ロシア革命のシャーロック・ホームズと呼ばれた。ウラジーミル・ブルツェフは、1862年に、ホルト・アレクサで生まれた。1880年代には、人民の医師に所属しており、1885年に、 逮捕されて、流刑でシベリア送りにされたものの1888年に、ロシア国外へ脱出した。翌年1889年には、スイスのジュネーブで、自由ロシア思想館の中心人物となったが、この雑誌は3号しか発刊されなかった。1890年代には、雑誌、ナラド・フォーラッツ、1900年からは、雑誌、ベイロを発行していた。また、 1905年にロシアへ帰国し、1906年からペテルブルクでベイロの発行を始め1907年には再度国外へ出た。1908年にブルツェフはアゼフをスパイとして告発し、彼はこれを機に防御用の専門家として革命運動の中枢に関わることになった。背景1900年代当時、エブノアゼフは 社会革命党の戦闘部隊の最高指導者であり、またテロ計画の中心人物でもあった。SL は1904年に内務大臣プレーベ、1905年にはセルゲイ大公の暗殺に成功しており、アゼフはこの2件の計画にも関与していた。他方で、アゼフは一部の暗殺計画を告発し、SL の党員、特に自身のライバルとなる人物の情報を警察に、 提供していたという。1905年、ペテルブルクに潜伏していた革命からのもとに、匿名女性の手紙が届いた。この手紙は、SL の戦闘部隊に、ロシア帝国内務省警察部警備局のスパイが潜んでいると告発するものであり、元囚人 T と最近ロシアに入国したユダヤ人の2人を内通者として挙げていた。告発の2人目は、 アゼフを指していたが、前日のように、アゼフは SL で幹部として功績を残しており、この手紙はオフラーナの策略だと判断された。だが、アゼフ自身は、この告発が事実だと知っていた。彼は、元囚人 T が、もう一人の内通者タタロフを意味していることに気づき、タタロフを調査すべきだと主張した。尋問を受けたタタロフは自白こそしなかったものの、 発言が矛盾しており、党はタタロフへの権利を強めた。結局、タタロフは、アゼフの強硬な主張により、キエフの自宅で射殺された。告発に至るまでタタロフの死後も、党への弾圧や暗殺計画の失敗が起き、党内にはまだ内通者が残っていることが伺われた。ロシアビヨンドの記事によれば、ブルテフは1906年に、オフラーの元局員に会い、登場総部の一人が、 政府に内通しているとの証言を得たという。ブルテフはタタルフの事件を調べ、タタルフ殺害を強く主張したアゼフの態度を不自然に感じた。彼はまた、アゼフが暗殺計画の現場に一度も立ち会っていないこと、すべての暗殺計画に関与していた唯一の人物であること、逮捕者が出た時もアゼフだけは無事だったことに着目した。だが同時に、 アゼフを告発しても逆に自身がオフラーナに内通して冤罪を仕組んだと思われるだろうと自覚してもいた。1908年、ペテルブルクで革命雑誌ベイロの編集長をしていたブルゼフのもとへ亡命を希望する人物が現れた。彼、ミハイル・バカイはオフラーナの局員としてワルシャワで活動していた人物であり、ブルゼフにオフラーナに関する大量の情報を提供したものの、 すぐに逮捕されてしまった。だが、バカイは逃亡に成功し、新情報を携えて再び、ブルテフを訪ねた。新情報の中には、彼の亡命を告発したエージェント、ラスキンの名前があった。当時バカイの亡命を知っていたのは、投資導者層のごく一部であり、中でもワルシャーにいたのは、アゼフ一人だった。告発、ブルテフはパリに移って、 調査を進めない通社は、アゼフだと確信したものの、状況証拠しかなかったため、ブルテフの告発は信用されず、彼は決定的な証拠を求めて、アレクセイ・ロプヒンと接触した。ロプヒンはオフラーナーの元幹部であり、当時は亡命して、ドイツに住んでいた。ブルテフは、ベルリンからケルニへ向かう列車で偶然を装って、ロプヒンに接触すると、彼の警戒を解くことに成功し、 自分のコンパートメントに誘って会話を続け、最終的にケルン到着直前にアゼフがエージェントだという証言を得た。ブルツェフは6品に証言者の名前を出さないことを約束し、パリに戻ると、党の中央委員会に手紙を送りアゼフがオフラーナのエージェント、ラスキンだと証明する直接的な証拠があると断言した。 ブルツェフの告発を放置できなくなった党は革命指導者3人に対処を命じ、左門で追い詰められたブルツェフはロプヒンとの約束を破ることになった。ブルツェフは放免され、また、党の追加調査により、ロプヒンがアゼフとゲラシモフ将軍から引退するよう圧力をかけられていたという新たな証言が得られた。1909年1月5日、SL の中央委員会は、 アゼフを処刑すべきだと判断した。アゼフ自身は処刑前にドイツへと逃れたものの、ブルテフはロシア革命のシャーロック・ホームズと呼ばれて英雄主され、オフラーナの情報活動に対抗する防衛用の専門家として活動するようになった。ブルテフは1908年から1914年までパリに住んで活動していた。 彼の活動に協力していた人物として、前述の元オフラーナ局員、ミハイル・バカイ、ジャーナリストのバレリアン・アガフォノフがいた。アガフォノフは1908年に、当中央委員会が、オフラーナの情報活動に無頓着だと不満を持つ、約100人の小集団を率いて、雑誌、レバルー・ジャネやマイスルを創刊していたのだが、ブルテフはこの雑誌に、 ブラックブックオブザ・ロシアン・リベレーション・ムーブメントという記事を投稿してオフラーナのエージェントを革命運動の裏切り者として告発した。この小集団はグループオブザ・アクティビスト・マイノリティという名前で配信の疑いがかけられた党員の監視を専門とするようになり、アガホノフともう一人がこのグループを率いてブルツェフに情報を提供していた。一方、ミハイル・バカイは パリ市、モンスレ通りの半ば廃屋のような建物を拠点とし、後に、レボリューショナリーポリスデパートメントと呼ばれる組織を立ち上げ、オフラーナへの防御用活動及び SL 内の諜報活動を行った。また、ブルテフが新たに雇用したフランス人エージェント、モーリス・ルロワは1908年に解雇された、オフラーナのパリ市局の元局員だった。 1909年4月には、ルロワの下に、フランス人1人、ロシア人3人をつけて、リロイ、エスブリゲードと呼ばれるグループが結成され、街頭での監視活動に従事するようになった。1909年、亡命者で、元、オフラーナ局員のレオニード・メンシコフが、ブルテフに、情報提供し、ブルテフはオフラーナの国外部門のトップである、アルカージー・ハーティングの手がかりをつかんだ。 彼は1890年にフランス警察の手を逃れたテロリストランデソンがハーティングであることを突き止めたものの、これは報道によりリークされてしまいハーティングは逃亡して行方をくらませた。ブルテフは一時期はヨーロッパや北米の革命団体からも資金を得て活動を拡大していたが、1910年代には次第に支持を失っていった。 1911年にバカンの組織は解散し、グループ・オブ・ザ・アクティビスト・マイノリティも1910年以降の記録は残されていない。彼が告発した中には、冤罪で自殺した人物もおり、悪評が広がったブルツェフは1914年半ばには、すべての経済的支援を失うことになった。ブルツェフは1915年に、ロシアへ帰国し、1917年に2月革命が、 起きると、革命反対の新聞、アブシチ・デロの出版を始めた。1917年10月に10月革命が起き、ボリシェビキによって、貴族や教授、政治指導者など多様な人々が、ペトログラードの刑務所に収監されたが、ブルテェフもまたその中の一人となった。彼は、パリに戻って、アブシチ・デロの出版を続け、1921年には、反ソビエト主義者たちによる、 国会委員会の立ち上げに参加した。1942年、ブルツェフは80歳で亡くなった。ブルツェフは、ロシア帝国における政治的自由の獲得を最優先課題に挙げていた。1880年代後半、ロシア帝国では、人民の意思等によるテロ活動が沈静化しており、対立するロシアの革命組織を一つにまとめようとする動きが生まれていた。この時、 各団体に共通する課題として政治的自由の獲得が挙げられ、社会主義よりも政治的自由を優先する動きが生まれた。ブルツェフはその中の一人であった。彼は祖国ロシアの政治状況の改善を喫緊の課題としており、この課題を解決するためには自由主義者との協力も辞さない構えだった。ありがとうございます。